ボルボ Design Your Life。 渡辺タスクとゼナがお届けしている J-WAVE ラジオドーナツ。この時間はボルボ Design Your Life。 家族、こだわり、ライフスタイルなどを大切にするスウェディッシュシンキングのスピリットをゲストとともに探っていきます。今日お招きしているお客様は夏木真理さんです。はい、真理さん東京のご出身で、はい、ちなみにどんな子供だったんですかね。うん、私ねすごくねうちの母が言うことがもう記憶にあるんですけど、自分の歌にも書いたんですけど、キオスクでね、はい、好きなお菓子を買ってって言ってダダこねて、うんうん、買ってくれない場合はそこでストライキをするというような気の強い女の子だったみたいな。はい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 、うん、もう結構負けん気というか、うん、であなたの将来が恐ろしいと母に言われた記憶があるんですけどそうなんですよ。その朝はリンゴを食べなさいっていうね、今回の新作ミニアルバムの中の曲で、その歌詞出てきますよね。そう、スワさん、そう、スワさんとブルースっていうね、自分の人生を笑っているブルースがあるんですけど、そこの冒頭に出てくるんですけど、こういうね、はい、いわゆる、まあ、音楽だったり、うん、舞台だったりお芝居だったり、はい、道に行きたいみたいな芽生えみたいのはあったんですか、少女の頃。私はねでもすごくバランスの悪い子で、うん、外にいいお洋服を着せてもらったら出たい見せたいなんだけど、うん、でもすごくシャイで自分の気持ちを伝えられない子だったんですね、うんうん、だからあんまり人前に出るっていうことはちっちゃい時は考えてなかったと思います。あ、そうですか。でもね父がね貿易商社の普通のサラリーマン商社マンなんですけど、はい、うんうんうん、趣味でピアノを弾いてるような人 で母は女優さんになりたかった人なんですよ、ね、うん、だ今考えれば2人の DNA を、まあ、いただいてるっていうことは言えると思うんですけど、しっかりと受け継いでますよね、うん、と思うんですけど、なんかお父さんお母さんからこういう子になってほしいみたいなことを言われたりはしてなかったですか、うん、例えば将来こうなってほしいみたいな。うち放任だったんで、ただ母がなんていうかな、偉くなればなるほど、うん、神戸を垂れなさいっていうなんかそういうことわざありますよね、はい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 、そういうふうに言ってましたけど、うん、それぐらいの記憶しかない。あともうほっぱらっぱなし自由、うん、自由にやってきたらこうなった、はい、こうなっちゃいましたそれもねさっきのね曲の中に結構赤裸々に、赤裸々に描かれてる、ね、今となれば笑い話ですよ ね、 もうなんですけどね、はい、そんな中でもお父さんはピアノをね、そうやってやってらっしゃって、はい、でもつまり家の中に音楽はすごくあったわね、ありました。だけどまあ、ポップスとかテレビの音楽とか聞くと、うん、こうあんまりこう歓迎されないムードだったので、で外に飛び出して私は当時はまだそのちょうど、ね、グループサウンズの時代だった、うんうん、でグループサウンズの追っかけになっちゃって。そうか、はい、ちなみに誰がっていうかどのグループが好きですか。まあ、そこそこのバンドなんですけど、タックスマンというバンドで、まあ、一応昔でいうオリコンの20位まで行ったんですけどね。だけどそんなにそんなスターにはならなかったバンドなんですけど、うんうんうん、でも彼らがアニマルズだとかストーンズとかビートルズを歌ってて、うんうん、まあ、オリジナル以外にね、はい、まあ、あの頃の GS カバーいっぱいやってましたからね。なんか彼らのオリジナルの記憶はないんですけど、うん、ほとんどカバーで、でも最初は私彼らのそれオリジナルだと思ってたんですよ。あ、そうかそうか、いい歌を歌うバンドだから私の追っかけがいがあるなんて思ってたら後にファンの子から聞いたらこれは元があるということで、はい、それで私はいろんな音楽に触れることになるんですけど、後々。ああ、そういうことなんですね。うん、でもじゃあ全く入り口でもロックですね、やっぱりね、今聞くとね、ロックです。歌謡曲とかをお家で聞いてたっていうよりは、うん、そこがとにかく入り口ですね。そうです。で、その頃からなんとなく彼らに会えるんであれば、はい、私もちょっと歌でも歌いたいっていうような姑息な考えが出てきて、芽生え出して、そうかそうか、自分も歌えば同じステージにいつか立てるんじゃないか、立てるんじゃないかと、うん、当時やっぱりそのジャズ喫茶では対バンがあったから、はい、対バンになれれば会えるじゃないですか、はい、楽屋でも、はい、そういうね、ちょっといろいろ計算を自分なりにしてたミーハー的なちょっと、うん、でも私はそのクラシックだけだったので音楽大学を出て先生になろうと思ってた、もともとそうなんですか、うん、だけども挫折してそのグループサンズの道に行ったんですけど、
あのだからもともと音楽のジャンルは違うんだけど、はい、なんとなくその辺から音楽の、その、まあ、クリスマスとか夏休み、うん、あのこうコーラスのアルバイトもしつつ、だからそのグループサウンドの時代とこう並行してたんで、なんとなく人前で歌うってことをちょっと快感になってきた頃はその頃です。なるほど、そういうことなんだね、うん、そうなんですね、うん、いや今日どうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。素敵な時間をありがとうございます。ボルボデザインヨーライフ、今日は夏木マリさんお迎えしました。ボルボデザインヨーライフ。 This program was brought to you by ボルボカージャパン。